3月20日夜に行われたライブイベント出演者が新型コロナウイルスに感染していたことを発表していた渋谷区のライブハウスロフトヒーブ庵の運営会社会長が辞任することを発表した。1日に発表された出演者の新型コロナ感染、一部では複数の出演アーティストも感染していることが報じられているが、そんな中、運営会社会長の平野雄氏は1日に自身のブログを更新し、感染が起こったライブハウスについてオールスタンディングはなしで全部一席で、当日のライブの動員は50人以下でした。だから許可したと聞いていると大規模なイベントではなかったと明かした。平野氏は社長に自粛を求めたが、会社が膨大な赤字を抱えており、このままでは数ヶ月で会社は潰れるという状況だったといい、会場は50人以下で全部一席だし、消毒と換気をすれば大丈夫だろうといった簡易考えがあったようだと説明し、謝罪。また3月31日に新型コロナウイルスに感染していたことが発表された足本家の工藤官九郎についても触れ、出演バンドが感染していたという、そこに工藤官九郎さんがお客として来ていて、多分楽屋訪問をしたのだろうと思うと、工藤がライブハウス経由で缶詰めしたことを初めて発表した。さらに2日に投稿したブロエントリーの中では、今回のロフト H エヴァン感染の不始末の責任を取って、ロフトプロジェクト会長関亭の職を辞任することにしましたと辞任を発表。来年で50周年になりますが、大変な事態を引き起こしてしまいましたと反省の弁を口にし、ライブハウスが潰れようとも早く強制力を持った非常事態宣言を出してほしいと思っています。それでないと第2のロフトが続出してしまいそうですと訴えていた。この一連の投稿にネットからは、ロフトみたいな大きいところでも倒産危機なんてショック、他のまだ開いてるライブハウスもこの流れ見て自粛してほしい、自分たちこそがライブハウスへの偏見を助長したことを自覚してほしいという様々な声が上がっていた。音楽ファンの間でも賛否分かれていたライブ開演の是非、実際に感染者を出してしまったことで多くの人の意識を変えるきっかけになったかもしれない。